間は125オイル交換で、初回300キロではあのフィルター変えなかったので、今回は、フィルターの交換をさせていただきたいと思います。はい、うちではこちらのキムコ純正を使わせていただいております。はい、お値段はね、まあそれなりの金額でございます。そして、フィルターをね、スーパーカーブもね、あのオイルフィルターがついてるので、はい、いいですね。で、見たんですよ、ホンダモーターサイクルショーで、スーパーカーブの写真は古い写真なんだけど、中に出てくるこう360度どの頃とか、あと新しいどの頃、それはね、新型になってましたよ。新型になってた。だからそれを見てね、おこれが新型か、キャストホイールじゃないか、ディスクブレーキ、すごいですね。しかもあれ C125 とかは右にブレーキディスクがついてるのに左になってる、まあいろんなね発見があるんじゃないでしょうか。タンデムステップが従来型と一緒でスイングアームに固定されてるすごいですね。あれ車体だから古いのかな、旧型の、要は旧型っていうとあれですけど、あの日本前の日本仕様のタイプ、それをフレーム使ってるんですかね。でエンジンは新しいエンジン、しかもだとエンジンだってオイルクリーナーついてるんだから、エレメント、ついてないですもんね、新型タイカブのエンジンはね。だから日本仕様だけなんでつけてるんですかね。タイでは必要ないのに日本では必要あるんですかね、わかんない、なんでなのかな、なんでなのかはちょっとわかんないんですけど、そのあたりがね、不思議ですよ。やめると タイのやつにフィルターつけられるのかな、ね、あれはまってないじゃん、やべ、ずれてる、ずれてんじゃない、位置が合ってない、この今の位置じゃないやべ、外した、こうか、こうか、向きが決まってんの3方向全部一緒じゃない、やたら手が汚れたんだけど、今外してどうのこうってやってたら、これで大丈夫。タイカブに日本仕様の右側のあのカバーをつける、フィルター付きになるぞ、まあおおむねね、おおむねタイカブと一緒だからよかったね、安心じゃないですかね。日本仕様だけもしかしてすげえケチるんじゃないかなんてね、変なこうね、あれを感じましたけど、うん、そんなことなかったですね。おおむねタイ、え、グレードアップしてる、そうですか、タイカブよりずっとグレードアップしてるよ、ですか、グレードアップはしてないな、ディスクブレーキどうのこうの、それは別にグレードアップって感じじゃないからね。で必ずしもそれがいいって言い切れない部分が難しいですよね、カブの場合はね。あれをだからキャストにやってスポークホイールにする人とかいるんじゃないですか、ドラムに戻せABS ついてるのにそれダメだ、水いっぱい溜まってるな、ここら辺まで溜まってるな、抜かないと。オイル交換、オイル交換はですね、初歩みたいに思うかもしれませんが、
実は非常に重要な部分なんですよね。あのだってエンジンオイルこれミスったらエンジン焼きつくわけだから壊れちゃうわけだから、やっぱりそういう意味では非常に重要な部分であるということですよね。ですのでオイル交換はね、あのやりたいっていう方はオイル交換なんてって思うでしょ。でもリスクを考えるとどうかなっていうね感じがします、はい、ただ自分でやるっていうのはねいいことです。楽しいからね。やっぱりほら自分のバイクを少なくとも見ることになるからね、こうやってどうなってるかな、ああなってるかなってね、そういう意味じゃやっぱりいいと思いますよ。オイル交換とかね、ちょっと抜きます。水がすごい溜まってるからね、いきますよ。出ました。オイルは出ないねオイルは出ない、水ばっか、ね、そうか、水ばっかのタイプか。蓋をしようということで、やべ、濡れた、すごい。さて、そしたらですね、これ買いましたからね、あとは新しいオイルを入れて終了という感じですかね。ここに多分なんとかマーク、10キロワットだ、マックス341キロって書いてある。341キロなんですね、多分ね、重さじゃないですか、これ。そのことでしょう、担保しているっていう重さをね、全部で341キロまで、うん、っていうことだと思うんですけど、かなりありますよね。だとこれ180キロぐらいあります。で大人2人乗って180引くといくつ、160キロか、160キロだと80キロの大人2人乗って終わりだ、うん、ね、そういうことですよだからまあね、そういうことですねどういうことなんだということで、オイルを入れて終わりということですね。大丈夫？大丈夫。